うん。どうも、グルカルユーザーの皆さん、こんにちは、NMです。さあ、今回は、デラックスグルガチャが来ているので、早速引いていこうと思います。石がね、前回450個用意して、ひなみを引いた時には200何個か余ってたと思うんですけど、その後ちょっと、ひなみを覚醒させたくて、引いたんですよね。30個、3セットぐらいか。なんでね、実質今、160個ぐらいしかないんですけど、まあ、6連が5回できるんで、出るときは出ると思うんですよね。まあ、ちょっと、録画機器の方がつくのが今回調子良かったんでね、いつもちょっと接触悪くて何回も差し直してるんですけど、今回なんかパーッと一発でついてくれたんで、これはちょっと来てるんじゃないかなとは思うんですけど、まあラインナップは今まで出てきたグールなんでしょうか。まあムカデかアヤトかな。まあ、結構ね、おひなさまひなみも強いんすけど、まあ、やっぱりなんかそろそろムカデ欲しいよね。今までずっとムカデムカデっつって結局ムカデ引けてないから、何分の1だっけ、7分の1ぐらいだったっけ。今見た感じ6分の1か7分の1ぐらいか。まあね、そう UR が出てもその確率でムカデが引けるかどうかみたいな、まず UR が出るところで勝負してんのに、 UR が出てもその中でまた勝負が始まるみたいな感じなんでね、まあ、確率は非常に低いんじゃないかと思います。では、ね、なんかね、 Twitter とかで、まあ、サーチかけて見てても UR 当たってる人めちゃくちゃ多いんでね、今回、まあ、やっていこうと思います。じゃあとりあえず6連引きます。1回目、まあ一応ひなみはねもう持ってるんで、もし UR 出なくてもその覚醒の何て言うんですかね、金チケの糧となってくれればっていう気持ちはあるんでね、ほんと UR 持ってない人は苦しい戦いだと思うんですけど、今後、まあ今回出た人はいいと思うんですよね。あのひなみが出たわ。 SR もね欲しいんですよね、やっぱ。うわ、待って、来たんだけど。え、 UR 来たんだけど、何が来んだ、何が来る、向かって来い。うわー、おひまさん、おひなさまか。いや、でもあざっす。これ強いからね、おひなさま、言っとくけどめちゃくちゃ強いからね。マジか、マジか、これやめてもいいかも。いや、でも覚醒させたいから引きますわ。やったぜこんなに早く UR2 枚目が当たるとは思わなかった。流れ来てんだよね、やっぱり今日キャプチャーソフトの電源のつき方がなんか異常に早かったからさ、電源つき方つか画面が映るのが早かったからさ、あれなんで今日こんな早いんだと思って。 SSR プラス来ねえかな。救出部隊さ、一応今まで全部これで当たったことになるんだけど、打ってきてんだよね、使わないかなと思って。普通強いんだけど、いやマジか、 UR 出たわ、おひな様だけど、ありがてえ。まあ SR たちは覚醒にでも使うか。ラストですね、単発で2回引くか。でも引いてもいいかもしれない。でもレイドイベントがどんなもんか分かんないんでね、石をちょっと残しときたいっていう感じもなきにしもあらずって感じなんで、ラストでいきましょう。あー、まあ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 、でも UR1 枚出たから儲けもんでしょ。やべえわ、ちょっと興奮しちゃった。あ、俺この金木持ってなかったんだ。何？あー、2匹ね。じゃあちょっと最後単発で引きますね。 SSR 出てくれ。 SR でも別にいいけどさ、駒さんあたりでいいよ。泣きね、はい、ラストいきましょう。 SSR 来いよ。ああ、 SR かからの駒さんでしょ。ああ、お前か草生えるわ、ほんと。いやー、よかったぜ UR、 マジか、バリ嬉しいんやが。ちょっと当たったやつ見ていきましょうね。フォルタっていうか、ボックスにいた感じかな。やべ、当たっちゃったんだが、当たりましたね、おひなさま、ひなみ。
まあ、とりあえず今の目標は、本ひなかなの方をフル覚醒させるのと、こっちのひな様ひなみも覚醒させていこうかなんてついてるしね。いやーすげえよかった。三角か、もう UR の覚醒ってマジでつらいからな。というわけでね、今回もなぜか UR を引き当ててしまった NMC でした。というわけで、フレンドの方をね、今回の動画でちょっと募集していきたいと思います。うん、どうやって見てたっけプロフィール。今ちょっとフレンド依頼溜まってるんですけど、あ、ごめん、ちゃうかった、こっちだったな。フレンド依頼が溜まっちゃってるんですけど、ちょっとね、拒否とかしていって減らして、そうですね、募集するのは本当の気持ちひなみかな。なんだっけ、姫たるじゃないよなの、このひなみまだ一角しかしてないんです。多分この今回のガチャで二角三角まではいけないと思うんですけど、二角までは持っていけるんでね、もし、姫たるからひなみかな、持ってる人が、姫たるじゃない、本当の気持ちか、持ってる人がいたら、送ってきてください。申し訳ない、剣属性なんですけど、あとおひな様ももしかしたらリーダーとして使う時があるかもしれないんで、その人ももしかして、使う機会があるかもしれないんでね、覚醒してる方がいたらよかったら送ってきてください。というわけで今回はデラックスグルガチャでした。今回、多分 UR 率は高いです。 Twitter とか見ててもいつもより異常に UR 当たってる人が多いんで、ぜひとも聞いてみてください。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。フレンド依頼待ってます。